ね、予備校業界のね、申しとしてね、当時の先輩たち全部晒します。まずは安河内先生、そして今井先生、そして渡辺先生。そうで始まりました、もてつチャンネルです。全部晒します。俺が働いてた10年。の全て晒してこうかと思ったんやけど恨みもないし、晒したところで何も生まれへんから、ええとこだけ言うわ。東進講師のええとこだけ言うわ。ほんまはいろいろ考えたねんけど、特にないから、いろいろね、予備校業界のね、こう、もうやめよう、この関西でむずい、ね、予備校業界のね、申しとしてね、本当は暴露しようと思えばものすごい暴露できるわけですよ。もうだって予備校業界もやめてるからね、別に失うものも何もないし、ただ晒す理由も別にないので、まあ視聴者の皆さんはね、すごい面白い、うわー、あの人がそんなスキャンダルをみたいになると思うし、本人たちはめちゃめちゃビクビクすると思うんですけど、特に何の恨みもないですし、バトルしててね、わしが上に行くんや、だからお前らを突き落とすんやみたいなね、その予備校内にいる時も一切思ってなかったのでね、悪口はない授業でしたよね。まあ、昔のね、ヨゼミとかそうやってこう戦っていくのが面白かったんですけど、私はそんなのありません。なんで当時の先輩たちのいいところをただただ言っていく動画でございます。まずは安河内先生。安河内先生で本当にお世話になりました。飲みにもたくさん連れてってくれましたし、ご飯たくさんご馳走してもらいましたし、一番最初会ったのは韓国なんですよ、実は。安河内先生が韓国に旅行に来てて、誰かいませんかって言って、で、僕が留学してたんで、いますって言って会ったんですよね。そっから、つながりでずっと、ね、まあ、英語講師オーディションもね、やってもらってますし、仲良くさせていただいてます。もうその時もね、そうだ、待ち合わせして、自分のその留学してたとこの最寄りの駅で待ち合わせて、タクシー乗ってミョンドンまで行って、まあ予備校業界の話とかしたりね。当時僕とか東進講師でも何でもないですから、エステみたいなとこ行ったんだよね。すごいなんかオイルめっちゃ塗られた覚えてるわ。いい全部出すからっていつも言われてたね。すごい優しい。あとはやっぱり他人の悪口を言わないっていうのが安河内先生の特徴なんで、周りにどんだけ言われようと自分は絶対に言わないっていう風に決めてた人だったんで、決めてたとか今も決めてるのかいう人なんで、それでトップまでのし上がったんで、そこはもう本当に尊敬しかないなと思って、まあヨゼミのね、なんかこう蹴落としの戦いを見てきた自分からすると、こういう人もいるんだなと思ってね。合宿の中日とかもね、一緒に飲んだりしてね、本当に良くしてもらいました。今もコロナ禍でね、ずっと会えてないんですけど、そろそろ行こうって言ってましたし、まあまあ少し先生もね、この間コロナかかってすごい大変だったって言ってたし、非常にお世話になった先輩ですね。月1回ぐらい会うみたいなのにもなったんだけどね、一時期はね。ただ私辞めちゃいましたからね、当時ね。そっからは会えてないからね。続いて今井先生。今井先生にもすごいお世話になりましたね。最初に会ったのが新宿だったな。どっか最初の待ち合わせ場所があったんだけど、そこじゃなくなったんですよ。なんか予約取れなくて。で、それ分かってなくて、僕は。元々の待ち合わせ場所に行っちゃったんですよね。で、そうだ、武藤先生もいたんだ。で、僕遅刻してっちゃったんですよね。だからね。すごい長い時間一緒にいましたね。そう、今井先生めっちゃ飲むので、ビールとかワインと焼酎か。ビールワイン焼酎飲むんだよね。そう、武藤先生とよく一緒にいたから、武藤先生飲み担当で、僕が喋り担当みたいな感じで分けていきましょうみたいな。そんな飲めないから、じゃあなんかまくったりとベロンベロンになるまで飲んでたね。本当に初日のね時からぐわー飲んでたね。すごかった。2回目が中華料理屋だったっけ。あの時もすごかったね。めちゃめちゃ飲んでたね。もうすごい良くしてもらいましたよ。公開授業見学に来なよって言って、公開授業の見学もさせてもらったし、やっぱ話うまいな、喋りすげえなって思ってましたから。でクレジットカードとかも今井先生に憧れたからさ、今井先生がこれ使ってんだっつって言って、それにしたんだよね。その後何年か後に変わってて、エレレレレっつってなりましたけど、一緒にカラオケ行ったりして、そうカラオケ行くとね、早稲田の歌と慶応の歌両方絶対歌う、若吉絶対歌うし、すごい面白い、気さくですごいたくさんボケる本当にプライベートでも笑いをいっぱい取る方ですよ。で、もうバンバン突っ込んでたもんね。だから僕も面白いなって思ってた、やっぱり。だから本当にね、ないんだよね。恨みとか一切ないんだよ、その当時の先輩たちには。みんなに良くしてもらった。
続いて渡辺先生。あ、渡辺先生2回しか会ってないのかな。渡辺先生お酒飲めないんで、ご飯に行ったのが2回で、あ、で、合宿の時に挨拶に行ったわ。そうだ。だから3回ぐらいか。すごい丁寧。めちゃくちゃ丁寧で、なんて丁寧な方なんだろうって思いましたね。河合塾では、こうやって上がってくんだっていう話とか、すごい面白かった。あ、西先生がね、入ってきた時にね、今井先生と渡辺先生初めて会うんですよね。共通の敵ができたから、みたいな感じで。その時のね、写真とかも僕ツイッターに多分上げてると思うんですけど、初めて会ったんですよね、お二人。仲いい中で。で、まあ、西先生、いろいろあってね、東進は出て行かれましたけど、多分東進の中で講座は残ってたね。パンフレット見たら僕の講座も全部残ってたし、西先生の講座も全部なのかな、西さんのわかんないけど、ブワーってあったね。今でも見れんだって思ったんですけど、西先生にもお世話になったよね。だから最初帰ってきた時に、やっぱみんなが、どうなっちゃうのみたいなね、敵視するというか、そんな雰囲気になっちゃったんで、でその時に、まあ僕合宿で西さんの隣になって、気楽に話せるのが教え子だから、僕ぐらいしかいないんじゃないかって多分そういう風に当てられたんだと思うんですけど、他の人たちだったらこう仲悪くなっちゃうんじゃないかみたいなね、多分あったと思うんで、僕が当てられて、一緒に合宿でいろんな話しましたね。部屋でね、二人で飲みながら話をしたりとかして、教え子だったんで、それすごく感激でしたよね。いろんな話聞けたし、予備校業界の言葉を聞けたし、西さんも本当に本をね、いつもずっと読んでるんですけど、いつも本当に本読んでるんだなっていうのはね、分かったんですけど、めちゃくちゃいろんな話して、西先生の教え子の会にも読んでもらいましたし、気にかけてくれたりもしましたし、ただ呼び辞めた時とかも西さんはすぐにね、連絡くれて、一緒に中華屋さんに行きましたね。夜ゼミの裏側とかめちゃめちゃいっぱい聞いて、すげえ楽しかったな。そうだったんですかみたいなのがいっぱいあって、すごい良かった。西先生と福崎先生をそうだ、合わせたんだ、そういえば。平先生が。西さんと福崎さんが初めて会った時にも行ったわ。二人合わないんじゃないかと思いきや、意外と話盛り上がってましたね。で、まあ、福崎先生、まあ、めちゃくちゃお世話になりましたね。本科の東大のクラスやるときに、新宿本科で生授業でやるときに、福崎先生の教材でやったんで、その時にこういう風に作られてるテキストで、こういう意図があってとかっていうのをいろいろと説明してくれましたし、で、福崎先生がどうやって教えてるかっていうのを見ていいって言って、映像の授業見たんだよね。東大英語を見たのかな。そういうこともあったりして、研修的なことをしてくれた方だったので、すごいお世話になりましたね。その後辞められてしまったので、西さん入ってすぐぐらいかな。まあその辞められた後はね、その辞めた時の裏話とかも全部聞いて、へー。で、まあコロナ禍の前は、平先生がね、毎月会ってたんで、で、そこに呼ばれて会うっていうので、何回か福崎先生とは飲みに行ってましたね。で、東大つながりだと、太り先生がね、いらっしゃって、まあ西さんが太り先生の教え子なんで、新しく入った時に太りさんだったで、こと西でも囲って一緒にいっぱいやりますかみたいな感じで、飲み行きますかみたいな話はなってたんですけど、まあ結局実現はしなかったんですけど、その当時の先生たちはレアキャラって呼んでましたね。めったにいないから、あったんですね。珍しい。言われて。で、あとは宮崎先生ですね。東大特進とかにやったらいいんじゃないか。言ってくれたんで、自分が入ることもできましたし、まあ一緒に飲みに行って、まあ本当宮崎先生と飲みに行った人そんなにいないと思うので、面白かったですね。まあ東大特進に関して、まあいろいろ打ち合わせをすることもありましたし、いろんなね、こういう講座を作りたいとか、自分の集大成を作りたいんだとかいう話も聞いたりしてて、で、僕にもこういう感じの作るのを一緒にやらないかみたいなんで、まあ教材とか見せてもらってたんですよね。まあ、結局その実現には至らなかったけど、まあ宮崎先生も言ってくれてたんで、飼いならせててかわいそうだねっていうので、そう、自分はすごい元気なんだけど、やっぱり周りがだいぶ倒れてきてるから、あとね、ついでやってもらえる人がいた方がいいんだって言ってたんですよね。そしたら僕の方が早く寝ちゃったっていうね。東大っていう講座やってるのが宮崎さんしかいないんだもんね、今ね。それで後から入ってきた人たちがみんないなくなったっていうね。すごっ。大岩先生。大岩先生は初年度から同じ合宿の宿舎だったんで、もうすごいお世話になりましたね。もう初年度から。毎年ね、同じとこだったんで、いろんな話しました。ほんとご飯の旅にね。だから大岩先生の車でね、移動することも多かったんで、合宿中も大岩先生の車で移動したりとか、合宿に行くときとか帰り、もう大岩先生の車で移動すること多かったんで、本当に優しい。めちゃくちゃ優しい。なかなかここまで優しい方もいないんじゃないかと思って。本当にね、いろんな話したんだけど、ほぼ言えないですね。話した内容とかはやっぱ業界の裏話になっちゃうので難しいなぁ。で、西谷先生がね、一緒にいたので、合宿の宿舎では。だからこの3人でいることが多くて、まあプラスで誰かがいることがあったりして、4人の時もあったんですけど、まあ合宿の閉会式のこの3人のコンビプレイみたいなんでね、笑かすやつとか、あ
ったりして面白かったですよ。やっぱ西田先生はね、可愛い時でも同じだったんで、本当にお世話になりました。いろんなことを、この業界の裏話をたくさん聞かせていただいたんでね、予備公開のタブロイドという感じで言ってたんですけど、何かこういうスキャンダルがありましたみたいなのはもうすぐに教えてくれる。そんなことあったんですか、びっくりみたいなんで、いろんな話しました、ね、いつかね、ちょっとチャンネルに出てくれないかなと思ってるんですけどね。あ、幻の、そう、初回のゲストなんでね、ちゃんとしてないカメラで撮ったから、画質むちゃくちゃだったんで、明るくなかったんですね。明るくないところでやっちゃったんでね、のコラボをね、もう一回やりたいですね。そして新先生、新先生はイケメンなのに全然怒らない、子は怒らないって、こうエバルの方ですね、エバらないし、もうなんて優しい人だろうって思った。全員めっちゃ優しいね、今思うとね。珍しいっすね、こんなに誰にも悪い扱いされてないわ。超絶優しかったな。他の先生たちもいるところで飲みに行ったこともありますし、あと一回とか武藤先生と自分と3人で神田で飲んだことあるな。そういえばいろんなね話も聞いて、新先生は河合塾と東進療法で同じだったんで、あ、この間英語コンソーシアムもね、震災もやってくれましたし、本当にありがたいです。なんかあるごとにやっぱりメッセージくれるんで、大丈夫とか、元気にやってるとか。あ、大岩先生もそうですね、何かあるごとにこうやっぱ連絡くれるんで、そうですね。だから大岩先生、西田先生、新先生はやり取りがあるって感じですね、未だに。安子先生が時々、コロナ禍になっちゃったんでね、ちょっとコロナがなければもっと安子先生でもいろいろ会ってただろうなって思いますね。で、武藤先生ですね。まあ武藤先生がもう圧倒的に会ってる回数は多いと思うので、すごく賢いですよ。ちゃんとどういうポジション取りをして、こうどうやって上がっていくかとかっていうのをね、考えてるし、まあ英語力もすごいあるしね、やっぱ次世代のスターなんじゃないかなと思ってますから、これからのね、スター。まあ最初はね、お互いちょっと距離がある感じだったけど、早稲田塾にいる時が同じだったんだ。で、そこでなんか接点も一切なかったし、で、河合入って東進で、全部先なんですよ、僕より。河合も東進も。武藤先生が辞めてから、そう、秋葉でやってたんだけど、武藤先生が辞めてから自分が秋葉入ったり。そうか、違う曜日で南浦は入ってたのな。電車でもう間に合わないみたいになった時に、そう、携帯持たない人間だから、武藤先生に代わりに南浦和校に連絡してくれませんかってやったことあったわ。新宿本か、もう曜日違ったか。だから収録が同じになったら会うことはって感じかな。あ、そう、今井先生のね、公開授業を見学するのも、武藤先生が運転してる車で行ってますしね。もともとはそんな喋るわけじゃなかったんだけど、合宿の帰りか。帰りの電車の中で話して、そこからいっぱい話すようになってね。西田先生、大岩先生、僕、武藤先生、同じ合宿の宿舎の時でも、結構武藤先生、部屋で執筆してるとかのことが多くて、あんま出てこなかったからね。帰りの時に喋るようになって、そこから遊ぶようになりましたね。このままバーンとね、行ってほしいと思いますね。はい。こういった感じで、先輩たちの話でした。まあまあ、後輩とかになって、まあ、ニックと会うこともあるし、コラボしてるし、あ、時田先生とかは、高校派遣で一緒になることがあったり、あと、英語交渉でしょうね、審査員やってもらってますからね。まあ、いろいろなつながりはあるって感じです。はい、ということで、いろいろ暴露してきたんやけど、まあ、世話になったわ。皆さん本当に、僕には優しかったです、すごい。なんか嫌なことをする人が一人もいなかったんで、潰そうとかしてくる人いなかったので、クソ、お世話になりました。ということでした。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.